どうも、津田健次郎です。戦国妖狐第13話をですね、見ていきたいと思います。まあ、ちなみにこの戦国妖狐という作品、知らない方にはですね、どういう内容かとざっくり言うとですね、戦国時代ですね、人間と妖怪が戦うと、まあ、そんな感じの作品です。じゃあ、第13話。戦国妖狐見ていきたいと思います。さあ始まりました。しかしでけえな。あえてね、ちっちゃい絵からでかさを表現するということですね。あ、出てきた。うん。クズの葉よ、あの娘。部屋全出ましたね。今ここで話しますか。いや、確かに山上相手に勝ち目などない以上、ここは早急に全力で逃げる。ヤゼンはね、こういう逃がさないよ、人ごときが知人を操る、コメディっぽいところがね、言語道断ありますからね。おお。火がミサイルになってるっていうのもね、おお、激しい。なるほど。ごめん、タイさん、痛かった？シリアスとね、コメディが同居しているのが特徴。やるね。さすが。タイザンの土壌の霊気を根樹防御に転用か。ただの霊力防御とはわけが違う。見たか化け物、これが地の力、人の力。なるほど。言うじゃないか。怖っ。人間不正だ。怖いね、やっぱね、怒ると。山の神逃げるぞ。逃がった陣か。俺を投げろ。急げ。あ、知りませんよ。無茶な連続。よいしょ。うわぁ。クズの葉。一瞬で決める。木、カ、ド、ゴン、スイ、フ、ライ、全備解放、五行自陣突。バカめ、単純な力比べでも負けんわ。全備解放、クズ流法。迫力あるシーンですね、この辺りはね、戦いの。なかなかヤゼイはちょっとね、演じてて難しい。なんて戦いだ。風貌的にね、その完全におじいちゃんなんですけど、中がおじいちゃんじゃないという。よくもクズの花を。どう寄せましょうかみたいなことをね、音響監督さんとよく話してました。親子の話だ。ひどいわ、タマちゃん。鼻折れてない？せっかく久しぶりの外出だから綺麗にしたのに。こっちを見ろ。久しぶりだな。そんな顔してると、メギツネの武器、腐らせちゃうわよ。おいおい、こんなところで話し込んでる暇などないぞ。早くしない。わあ、帰っていいな。親子の感動の再会を邪魔するのは野暮ですよ。うるせえガキ、大人には大人の事情ってもんがあんだよ。なら先達として行ってご指導願えますか。まぐれでドーレン倒したぐらいで調子に乗るな。迫力あるシーン、なんかなかなかね、怖さがあると言いますかね。人質でも取って逃げるか。だとすると、あの山神の巫女か。
あいつを使って逃げて断崖衆の幹部の屋敷から金子をいただいて、ああ考えるだけでめんどくせえ。このすっとぼけた感じみたいなものがね、あなたの研究資料はいつもこのバランスが気をつけなきゃいけないとこだなぁと、うん、思ってやってましたね。教えねえバーカ、うん、この作品はね、影の使い方が特徴的ですよね、うん、ここぞっていう時に影が差してる、なんかそんな感じの印象を感じます。どちらが勝つか知らねえ、私の男とあなたの男、人家が勝つに決まっている。っていうか俺の男ではない、弟だ、うん、弟？あら、もしかして気にしてるの？平気よ、傍らと人が恋することはいけないことではないわ。自分の気持ちに素直、うん、やかましい、お前は見境なさすぎだ。親に向かってお前とは何ですか、お行儀の悪い。男関係行儀最悪のやつに言われたくないわね。こうやって影になる、男の全てその瞬間にね、怖い。あなたは違う、うん、違う。少なくとも現像や人家は人や傍らの道を外れた真似はせん。現像、大和家の人家君のお父さん、そこで名前が出ちゃうって、もしかしてそういうこと。ああ、いいですね、ここで無言になるのは。そういうこと、うん、違う。恋多きは命多きこと、悪いことではないわ。全力で恋し、うん、世界のすべてを敵に回しても恋した男と共に走り続ける。違う。なるほどね。出来上がった人物とまだね、これからっていう人のね、戦いが。ただ俺は人間が好きだ、うん、あっちはバトルなんですけども、もうあの肉体的バトルと会話のバトルが繰り広げられてる構図もいいですね、うん、独特の色使いですね。この緑っぽい感じ、傍らも人も中身は大して変わらんが、うん、霊力の弱き人の方が少しだけ強い目をしている、うん、黒月祭でもそこまではしないよ。これで九尾追いつきましたよ。マジかよ、ありきゃそうだな、ジンか。なるほど、ジーンとの戦いで片腕を失い、ドーレンの拳に滅多打ちにあった体でそんな急激な変化に耐えられると思っているのか。思ってますよ、人の枠を超えるためならば。超えるか落ちるかは知らんが、どうやらヤバい領域に立っているのは間違いない。そうですね、ヤバい領域に立ってますね。おお、うわあ、そう。すげえ。互角か。いや、人格の霊力の上昇が止まらない。これは。めんどくせえガキだ。この辺なあ、矢前やっててね、どこまでこうあんまり感情を出さない感じみたいなのがあるので、今大和人家は正気と防火の狭間にいる、うん、これは好奇これ貴様に我が闘争のしんがりを務めさせてやる、うん、すごい戦いですよね、ポリポリ書きながら。どこにもいいね。
ねえよ。お前がやっちまったんだからよ。いや、恐ろしいな、アヤゼンも。まずここで静かになるっていうね。なんなんだ！CM 入りました。